じゃあ今から紹介したいビデオはすごく大事なポイントがあって、そのビデオとつながる前にちょっとこう説明したいんだけど、最近その変な護身術を教えてるやつらがこうナイフディサームとかそのガンディサーム教えてると思うんだけど、そのまあ自分から見るとどんだけそのブルの経験あってもやっぱその射撃の経験、そのピストル、例えばその拳銃ねがその普通の、まあどういう銃でもそうだと思うんだけど、まあ経験なければなんでそういうの教えてるんだってよく思うんだけど、逆に危ない、ね、自分もその射撃の先生っていうかその、ね、そのシューティング、その射撃を教えてるからすっごく基本ができてないと逆に危ない。だからそのテクニックとするかね、その技、要はその銃を相手にこう取ってもそこからどうするんだっていう話か、それそこまでに、まあ、自分の生徒に、まあ教えてないと逆に危険だと思う。だからああいうのを見るとやっぱこう騙されてるとよく思うんだな、うん、逆にこうあ交渉みたいなこう感じですぐあできてるぜとかいうちょっと甘い考えできたら逆に騙されてると思うし、逆に実際に何かあったらもう簡単に殺されちゃうと思う、うん、で自分もその、まあ、経験とすれば、セキュリティその SP とバウンサーの仕事でもちろん自分が行ったところにその発砲事件もあったし、ね、そのやつに茶か持ってこう狙われたところあるし、こう、射撃のその射撃場のその仕事でやつから、銃を取ったことある。そのまあちょっと前に去年かな、そうそうそうアップしたビデオにそういう説明してあると思うんだけど、そのやり方とかで最近うちのその生徒が やっぱこう。ディサーム、ガンディサーム教えてくれますかって聞かれて、まあ教えるとしたらまずその射撃の基本、その銃 そのパーツ扱いとかね、その、安全面とかいろんなそういう、まあ、意識してないといけないところだから、どんだけこう技を覚えてもこれだけで、ね、こういったちっちゃい動きだけでもこう相手にこうびっくりさせたらこうなっちゃうんでしょ、こう自然にハノッとすれば、自然ハノッとすれば、それでやっぱこうトリガー引くとやっぱこうバンってさ、バンイコールまあ自分が死なないかもしれないんだけど、そのね隣にいる人、もし自分の嫁だったり、まあ、彼女だったりその子供だったりそっちの責任になるから、ね、よくまあもちろん今、ガンディさん教えてるんだけど、そのガンディさん教える前にその射撃の基本、そのあとそのまあ技、そこから取ったらまあ何を意識しないといけないかとか、そのまあ有利的なそのポジションを取り入れるように、どうすればいいか、どうすればいいかとか、そこまで教えてる。まあ自分から見ると、まあ、責任感っていうか、まあ、そういう責任あるんだよく、うん、考えあるんだな、うん、そうしてないとやっぱこうただの甘い考えあるようなそのオタクになると思う、だからそういうところでやっぱガンディサームとかそういう本当に危険な、まあ、武器ねに対してそういう簡単なその技を教えてるところあったら気をつけた方がいいと思う、うん、相手に辛い状態させてるから銃を確認する、うん、まず有利的なそのポジション取ってないと、 OK? じゃあやってみよう、それでまた同点してしまったんで、敵がいないかどうかもそれもしっかり意識しながらやらないと思う、意識突然そういう場面になってくると多分パニックになってしまう、弾がロールされてるかどうかっていう、すぐ発射できる状況なのかどうかっていう、まあ、周りの人に当たる可能性もありますし、取った後の、まあ、距離を取って、まあ、自分がまあ最善それを使わなくてもいいような状況にするために相手を後ろに動かしたりとか、まあ相手が持ってる間実際にした後も自分のその武器の実機管理です、はい、頭の後ろに手を組めとか膝をつけっていうのは普通の日本人ってまず使わないので、うんうんうん、それを実際自分が言うっていうのがこうなかなかできないっていうのが
うんうんうん、実感しました。もちろん、うん、ピスあのガンを持つっていうこと自体も、うんうん、あの普段はしないので、でも重さであるとか全く経験したことがないっていうのを今の時間で経験したので、うんうん、それはすごくこういい経験ができました。最後に言いたいのはその技があまり関係なく自分がその時にあるその意識のレベルね、その高さ、意識を高いっていうかその深くにしてるんであれば、こうまあその状況でこうどういう選択肢あるかって気づいてるかもしれないんだけど、逆に技ばっかりを集中すると多分そのストレスね、その状況のそのプレッシャーかかってそのストレスだけでこう思い出せないと思う。逆にまあ簡単に間違ってこうさっき言ったように殺されちゃうかもしれない。だからまあ、実践的なそういう言葉も使いたくないっていう状況だったんだけど、実践的な練習したかったらぜひゴーコンバットで参加してください。